ごきげんよう、リオロスです。それでは本日もペルソナ4ザゴールデンやっていきましょう。はい、そういえばずっと保留していたキツネくん報告しておきましょう。うん、コミが上がるのはいいことだ。ちなみにリセも幹事もいませんでした。うん、授業家庭教師もいなかったしね。うん、何の願いだっけこれ、プラモだっけプラモ屋の願いだったっけこれ。もう4つぐらいプラモ作っちゃったけどな。うん、5つかバイクとあのロボット合わせて。イエーイ、この子も7か。意外といけそうだな。うん、この子の場合意外と時間かかるんだよね。うん、内容によっては3日ぐらいかかったりするもんあるし、油断なら割引してくれるようになった。もうだいぶ安くなってるけどね。うん、まあアイテムあるから使わないんだけどね。うん、微妙にいろんなアイテム取り揃えておりますので。はい、帰ってきたクマ。先生のおかえりクマ。おや、いい子にしてたか。今日は家庭教師のアルバイトがあるはずだ。家庭教師ね、どうしようかな。一応ペルソナ揃えたっちゃ揃えたしな言っとくか。まあ、夜しかあげらんないって言えばあげらんないしな。うん、行っとくか。うん、行こう。せっかくペルソナ揃えたし。お、仲が深まりそうです。行こう。そろそろストーリーの、うん、起承転結の点ぐらいまで行ってくれか。週の勉強を見た。あ、そうか、ざっとが省略されてて、英語か。わかりやすいように工夫して教えた。伝達力、とりあえず週には、うん、学年1位じゃなくなったことは内緒にしておこう。うん、実は英語ちょっと苦手で。ほう。教科書覚えとけば点は取れるんですけど、根本的に理解してない感じがあって。あー、わかるなーその気持ち。わかる。でもそんなのわかってないんですよね、学校の先生は。いい商売ですよね、アホでも威張る。あららら。まあ、丸暗記でいけるテストってあるもんな。うん、何も分かってない。そんなものだ。そんなことはない。そんなもんだそんなもんだって言っちゃったしな、僕も。そんなもんだテストの点がイコール生徒の価値、分かりやすいですけどね。皮肉だな。あ、でも分かった。シュウはうなずいている。この間言った転校生のことなんですけど、ああ言ってたね。もうはるか昔のことなんでうろ覚えだけどな。うん、あいつ割と成績いいけど僕には勝てないんだ。うん、そしたらクラスのやつらも先生も転校生は意外とダメだって顔して見下してて、なのにあいつ偉そうだから嫌われてて、最近じゃ誰も話しかけない。おろおろおろ、くだらないです全部こんなくだらないのになんで学校に行かなきゃいけないんだろう。んー、なんでだろうな。あんなとこ義務教育だから元も子もないな。行かなくてもいい。あ、今学校とか行かない小学生とかいるらしいからな。甘えるな甘えるな。え、どうだろう、なんかこの子どうだろう、叱られたこと、親父にもぶたれたことないのにとか、叱られたことないのに系かな。叱ってみるか。甘えるな。シュを叱り飛ばした。勇気が高まった。勇気いたんだこれ。甘え、ああ、そうか、みんないやいや言ってるのか。あ、そっちに行っちゃう。あ、でもなんか分かったぞ。でもやっぱりこいつ叱られて喜ぶタイプか。目覚めたか。ハチ公楽しそうですね。なんか先生見てると楽しいぞ。変な先生いっぱいいるしな、うん、うちの学校は。あ、けど僕が高1の時先生は卒業してるのか。まあさすがにな、卒業させてくれ、うん、じゃあ意味ないですね。いや、僕いなくたって楽しめるだろう。うん、まあなんかすごい懐いてくれてるのはありがたいけど、どうやら少しずつ柊に心を開かれているようだ。ほう、柊と仲がまた少し深まった気がした。なんだろう、なんか柊にもちょっと愛着が湧いてきたぞ。うん、叱り飛ばしたけどな。あ、時間ですよ、気をつけて。残業しちゃおっかな。あ、できない
できない。1万円ありがてえ。お、なになになに、あ、マーガレットさんのお迎え来る。実質の布団で眠りについたはずだが、やけに意識がはっきりしている。ちょっと待って、漢字と理性は終わらしてからにしてほしかったな。あと1回だったんだけどな、2人とも。夢だろうか、マリーとの思い出が蘇る。まだまだいける。あ、まだ大丈夫、まだ大丈夫。 OKOK、OK OK、ん、ダメか、ダメそうか。あー、マーガレットさん来ちゃった。もしもし、朝早くからお呼び止めしてすいません。マリーの捜索につきまして経過のほどお耳に入れようと思いました。あー、まだか、さすがに。マリーの行方をたどるのは予想以上に困難なようでございます。どうやら非常に強い意志を持って私どもの部屋から去ったようですね。何なんだろう。あんなに僕と一緒に記憶作ろうね、手伝ってよって、どうしていいか分かんないしって言ってたのに。いえ、彼女の運命はあなたと共に。ああ、あるんだ。あるんだ。そこは何だろう、僕の心の声が聞か、うん、なんか筒抜けだな。正確にはあなたの元を去ったのでしょう。ん？それほどまでに去らなければならない理由があの子にあったということでしょうか。あの子の居場所をつかむまでもうしばらくお時間をいただければと存じます。それでは失礼いたします。なんだ、気になる。マリーはどうして去ったのだろうか。居場所が分かるまでもうしばらく待とう。なるほど、じゃあ間に合いそうかな、なんとか。うん、仲間メンツだけはなんとか。変な寄り道とか変な選択肢選ばなければ。あー、漢字来たぞ。先輩お疲れ。今日暇すか。暇すよね。漢字と過ごそうか。よし、じゃあ過ごすぞ。そうこなくっちゃな。じゃあ先輩家でいいっすか。お、俺んち。いろいろ持ってくもん。え、何、うちでなんか編むの。放課後漢字が家に来ることになった。っていうことは進むってことだよね。うん、とうとう僕も編みぐるみを習う日が来たが、今日の授業が終わった。週末に堂島たちが帰ってくる。七子は元気にしてるだろうか。そういえば放課後約束をしていた。ああ、じゃあ七子たちが帰ってくるまでに、が帰ってくる時があれかな、マリーの出発の日かな。実質漢字がどうしてもというので連れてきた。それはいいけど、お前靴脱げ。え、それ、あ、靴下かな。靴下かな。靴に見えなくもないけど靴下かな。すいません、おう、急に行きたいとか言って。いや、いいよ。ここが都合いいかと思ったんで。なんだよ、何する気だお前。あ、その前に、うん、俺もう一つ分かったことがあるんすよ。お、なんだなんだ。こないだ、うん、リセがうちの前通りかかって、おうおう、ついでに中覗いてきて。やっぱりリセが気になるのか、感じ。俺の作った編みぐるみを可愛いって言ったんで、うん、俺が作ったって打ち明けたんすよ。おう、っていうか知らなかったん。結構前から知ってたような気がするんだけど、知らなかったんだリセ。うん、したら、え、キモい、え、ひど。リセ、リセ、おい、若干傷ついたんすけど。ああ、負けじと他のも次々見せてたら。ああ、いいねいいねいいね。しまいにゃ、うん、あんた実はすごい人なんじゃないのって。おーおーおーおおお。そりゃそれで言い草ムカついたんすけど。それはまあいいとして。おお、なんだなんだ、話の中心はどこだ。俺分かったんすよ、うん、こういうことだったんじゃねえかなって。どういうことだ。今までは諦めてたんすよね。お、周りの目が怖くて。あ、はいはいはい。なるほどね。分かってくれねえのは仕方ねえってな感じ。あ、そこに繋がるのね。うん、でそれを傷ついても俺らしく貫こうって決めました。ああ、けどそれで分かってくれた人だけと付き合って、うんうんうん、他は遠ざけたまんまにするんじゃなくて。あー、なるほどね。分かってもらおうと努力するってことを、うん、俺全然してなかったと思ったんすよ。まあそれがうまく、もともと仲のいい理性だったから、うん、
いいきっかけになったんだな。ああなるほどな。いいじゃんいいじゃん。君のことだけじゃなくて、うん、警察に疑われた時も。警察に疑われた時もこう理解してもらおうと努力するってこと？俺分かってもらう気なんてさらさらなくて。ああそうだよな。疑うならそれでいい。ああなるほど。けどそれで、うん、先輩やあの坊主やお袋にまでとばっちりが言ったんすよ。俺が分かってもらおうって努力して。まあそうだね、確かにそれで暴走して、うん、おかしな方向に行ったことは確かに数知れずあったな。傲慢かますのは簡単っすよ。ああだから俺、うん、俺らしく&俺を分かってもらおうと。ほうほうほう、また一歩進んだってことだね。いいね。これ、うん、先輩に受け取ってほしいっす。なんだキュートなストラップ。手作りか。手作りだろうなきっと。これが俺の、うん、俺らしくっす。まあいいんじゃないですか。うん、今ははっきり言えるぜ。ああ、あのもう一人の俺は俺だって。はい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 。ん？あ、変身すんのか。あー、こいつもこいつも結構思い出あるんだけどな。弱さを受け入れ乗り越えた強い意志が新たな力を呼び覚ます。頼むぞ。あーなんかダサくなった。なんか違うよ、細くなっちゃったじゃん。いや筋肉っぽいのあるけど、ガンジのペルソナが新たな姿に生まれ変わった。なんかちょっと違う。竹三日月は六天魔王。六天魔王六天魔王。なんかヒゲっぽいのあるし。これマジかよ。そっか、ああこれで俺も少しは強くなれたのかな。なれたんじゃないかな。先輩わかんないけど。最高のダチコースよ。およ。まあ漢字の人生変えちゃったな。うん。漢字のまっすぐな思いが伝わってくる。固い絆感じた。それはそれとしてお前理性のことどう思ってんだよ。おい。この際だからはっきりしようぜ。どうなんだよ。さあ何が生まれんだ。何時は我、何時ついに真実の絆を得たり、真実の絆、それはそのうち真実の目なり。オーディンなんだ。あーなるほどね、オーディンは納得だな。うん、皇帝オーディンね。はいはいはい、ここに来て分かりやすい神様来たな。辰巳漢字込みのランクが最大値になった。辰巳漢字込みをマスターした。皇帝のペルソナを生み出す力が最大になった。オーディンは作りたいな。もう枠キッチキチだけど、真疾風見切り風弱点なんですよね。あーそういえばつけたいな。これはチャージいらないか、うん、チャージ捨てます。おい、よしこれで弱点なくなった。いいぞ。しかしなんだあの格好は。で次に、うん、俺を分かってもらおうのために。あいよ、今日はここでぬいぐる鍋つかみ作成教室を開催するぜ。鍋つかみね。はいはい、え、じゃあみんな呼ぼうよ。なんで僕だけなのよ。みんなでやろうよそういうのは。安心してくれ、うん、絶対うまく作れるから。んで、すっげえかわいいから。おーなんか生き生きとしてんな感じ。すごく今一番生き生きしてる。うん、あちゃー。思いがけず幹事と長い時を過ごした。暗くなってきたので幹事を適当に送っていった。適当適当。そっかそっか。よし、ただいまくま。ん、先生にお荷物。ああ、ジャパネットか。ジャパネットじゃない。ジガネットね。宝玉林と宝玉林どうなんだろう。宝玉林どんなアイテム。あれだよね、消費アイテムだよね、これ。味方全体のヒットポイントを全回復する。うわ、すげえ。すげえ。アイテム強すぎんだよ、このゲーム。
というわけで行ってきます。さあ、あとはリセだけだぞ。リセいるか？いてくれ。リセいてくれよ。道の真ん中で仁王立ちしててくれよ。頼むぞ。あー、いない。いない。いない。よし。あ、ナオトさん、こんばんは。風邪ひくなよ。よし、プラモだ。プラモ作りチャンス。プラモチャンス。来たぜ、来たぜ。今度誰のバイクかな。赤か緑だと思うんだけど、うん、ここでまさか大穴の漢字の自転車じゃないだろうな。バイクって書いてあったもんな。バイク、うん、よし作るぞ。プラモデル作ります。さあ、あー、赤だね。はい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 。さあ、リセ出番だぞ。来いよ。相棒ちょうどよかったわ。今日さ、もし何も予定なかったらちょっと付き合わね。バイト休みだしのんびりしたいっつうか、まあ考えといて。まあ、理性いなかったらな、うん、理性来ないの感じ。はい、今日来ますよね。相談つうか、その先輩だけが頼りで。え、込み終わった後ってでもないでしょ。ないよね。あやねちゃんとかなかったもんな。仲間メンバーたちは特別会ったりすんのかな、終わった後も。で、どんな感じ？リセチいない。リセチちょっと、リセチアイドルどうすんだよ、おい。あれ、教室にもいないから、陽介ジュネスだと思ったのにな。どこにいるんだあいつ。え、どこにあれ、もうクマ行くか。じゃあ先生、クマいたし。先生、来てくれたクマね。話って言うのね。んと、あ、ここじゃ話せないクマよ。ムードが足りないクマ。この気持ちにバッチリ来るな。海先生、今から海に行くクマ。え、あ、じゃあ行くか。なんかあるっぽいし、クマと過ごします。陽介は行方不明になりました。ヒャッファイ、ありがとう先生。通常出発、でも急げ。ば、カジバラバカジカラクマは何でもかんでも組み合わせんな。クマと二人で海に向かうことになった。なんでだろう。どうしてなんだ。何をするんだお前ここで。クマと二人で海岸へやってきた。ムード広い。お、フルボイス。お前まだ舐めてないだろ。ああ、なるほど。ローラースケートでここまで来るの本当大変そうだよな。しかし、うん、冬の海っちゅうのもおつなものかな。おう、で、何しに来たの。で、来たのも楽しかったけど、うん、こうして先生と二人きりのドキドキ体験。何をすんだ。だからこれはウィンターシーの醍醐味クマね。ほう、泳ぐのかお前。クマはしゃいでいる。ん、なんだ。うん、こっちこっち。波打ち際で青春を追いかけっこ。あ、そうっすか。なるほどね。うん、納得。捕まえてくまんなさい。あ、そうっすか。まあ、とりあえず僕と思い出を作りたいってことだね。うん、いいぞ。クマとひとしきり遊んだ。なんだこれは。なんだこれは。お、ムード出てきたぞ。海って、うん、どうして？なんだろうな、たくさん遊べるように。そもそも地球は広いぞ。そもそも広いんだ地球は。知ってんのか？地球、うん、知ってるか。知ってる。全部があるところ、ずっと繋がってるところ。クマの知識はいまいち範囲がよくわかんないからな、うん、ちょっと教えてやろう、いろいろ。クマは海の彼方を見つめている。海、うん、そうだな。クマね、ああ、何も知らなかった。やっと語り出した。先生たちに会うまで。お、まあそうだよな。本当にあの何もない、シャドウしかいない部屋でテレビ出してるだけだったもんな。うん、楽しいことも泣いちゃいそうな気持ちも。ああ、海がこんなに綺麗なことも。え、感情はだいぶあったけどな、会った時から。うん。出会った時から。知らなかったし、
知りたいと思ったこともなかったクマ。そうなんだ。クマの胸の中にいっぱいいっぱい詰まってる。先生たちと会って芽生えたいろんな気持ち。まあクマもそうだな、マリーと一緒で、うん、出会ってから記憶作ってたもんな、うん、我らと。それがきっと、ああクマの命だと。クマの命、重くなった。クマを動かすから一気に重くなったぞ。クマはまだ、わかんないことばっかりだし、おお、これからどうしたらいいかもわかんない。確かにな、それ一番の問題だな。うん、一緒に考えてこうぜみたいなこと言ってたけどな前。でもこの命で頑張るって決めたクマ。おお。怖くても一歩踏み出したらこんなにキラキラの世界があったから。はあ、確かにな。まああのシャドウの世界よかは怖くないかもしれないけどな。まあクマにとってはね、うん、未知の世界だからなこっちも。だから先生も。なんだ。なんだ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 、なになに、春になっていなくなるのが嫌だってこと。クマは大粒の涙を流している。先生、もうすぐいなくなっちゃうから。なるほど、なるほど。でも君は別に住まいとか今微妙なところだし、ついてきてもいいんじゃない。うちのペットとしてついてきてもいいんじゃない。でも言って、うわぁ、かわいいなこいつ。うわぁ、かわいいな。ごめんな、ありがとう。まだ先の話だ。まあ、ありがとう。うん、嬉しいぞ、お前の気持ちは。うん。言いたいこと伝わった。うん。おびただしい愛、受け止めた。受け止めた、受け止めた。うん、ありがとうな。クマをしゃくり上げている。もうついてこいよお前、本当に。うん。寂しいけどこの気持ちも。ああ。クマの命だから。おお。クマは先生にべっとり頼る。決めたクマ。そうか。今度は自立するのか。先生の命になれるように。ああ。クマ一人立ちの巻。いやもうすでに一回クマに命救われてるけどな。うん。看病してもらったし。うん。クマ晴れやかに笑って、いや一度じゃないな、あのクマのシャドウあれ違う、理性のボス戦の時に一回助けてもらってんな。うん、あのクマがピラヒラヒラになっちゃったところ。あそっ、ええ、あそっか、これがあったか。過酷な一年を通じて成長を遂げた心がさらなる力となる。あれも可愛かったね。あんまり可愛くなくなっちゃった。なんかマリオのキラーみたいになっちゃったよ。で、なんでお尻に刺さってんのそれ。絶対お尻に刺さってるよねそれ、後ろのロケット。どうやったらこんなデザイン生まれんのこれ。このゲームのデザインやってる人すごいな。うん、カムイがカムイモシリへと転生した。はあ、なんだこれ。なんだこれ、カモイモシリ、カムカムミラクルを覚えて、なんだそれ、何が起こるかわからない。パルプンテじゃねえか。これ、いやでもこれ覚えたいな。結局一回も使ってないし、これ使わ、いらないかな。ヒットポイント、戦闘負の状態回復する、うん、アイテムでいいしな。結局これどうしよう。電撃見切りはいるな。うん、マハブフダイン捨てたくないんだよな。もうこれ捨てちゃうとほんとユキコさんと同じになっちゃうんだよな。あーでもギガンフィストがあるか、一応物理毒だ。いやー、ザオリク、うん、復活捨てるか。もう 何か起こるかわからないで復活させればいいんだよ。そうだそうだそうだ。何か分かるかは分かるか分からない、生き返った生き返ったみたいな、それに期待しよう。なんか出た、出ました、はい出ました。うん、クマスペッ
ペックさん、あれ読んだっけ、うん、まずは数の勉強からくわね。ああそれなら任せろ、うん、クラス元1位だからな、学年元1位だから。ちなみにクマは独り立ちの巻ですけど、お相変わらず陽介にはお世話されるくな。あまあそうだな、うん、そこまでの独り立ちではないので注意願います。中途半端だな、うん、まあ段階を得てってことだな。クマとの変わらぬ強い絆を感じる。あまあこれ以上上がんないってことね。あクマだけはやっぱ特別だったな、うん、暗くなるまでクマといろんなことを語って過ごした。あーよかったな、海来て、うん、本当は陽介と遊びに行く予定だったんだけど、陽介行方不明になっちゃうんだもん。お兄ちゃん、うん、はい、お兄ちゃん言われた。お兄ちゃん、お前何のこと、お前なんかするつもりじゃないだろうな、お前。明日は奈々ちゃんの退院の日、クマね。奈々ちゃん元気になって帰ってくる、クマ。今日は家庭教師のアルバイトがあるはずだ。あー病院、オッケーオッケー。はい。じゃあというわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。いやー、クマ行ってよかったな。うん。ういやつ。